立した3日後になんか変なんだよね。ハンナとかって音がして、で今しかも29度なの。じゃあパーね。湿度がねちょっと低いよね。もうちょっと上げたいんだけど、めっちゃ加湿してんだけど上がんないな、なかなか。冬だから、うん、低いからちょっと。ひかりちゃん風邪ひいたのかな。ここもちょっと筋の音があって、それ共鳴して、あとなんかどうかしない、湿とかなんか。日に読めんじゃない、なんかトランペットで、あ、うん、聞こえるようなんかサンサンみたいなことでしょ。そうそうそう、だから多分だけどどっかに共鳴してるんだよね、壁とか天井とかに。大丈夫、あのひかりちゃん風邪ひいただけだから、私が演奏で直してあげる。調律師さん来てもらうんだ。あとちょっとね、鍵盤の深さをまた直してもらう。ちょっと今は鍵盤のね、この深さを浅めにしてもらったから軽く感じる。でもちょっと今までより軽いから、今までの結構重いのに戻してもらう。うん、お願いします。トリル最初こうやって自由に、でも先生に合わせた方がいいよって言われたから、で合わせるのが難しい。あとトリル巻いてって言われたから巻いた。難しくてそれにとらわれてたら先生が珍しいね、弾きにくそうだねって言ってたよね。もっと自由に弾いていいよって言われたから自由に弾いた。合格になるといいな。ちょっと待って、なんて書いてあるの。左手と右手のバランスを考える。これ何、あ、で、マッチル、ここ間違えた。トリル巻く、ここ、これ、これあるじゃん、うん、これが、あの、お裁縫道具で使う、糸巻き。そう、ということで、これからもバッハ頑張ります。チャンネル登録、グッドボタン押してね。バイバイ。じゃあ練習しよう。次は、ちょっと、普通じゃないで、汚い。やめて、やめて。